プロにですね、はい、書いてもらおうと思います。はい、慎重ですね。慎重です。はい、いい加減いかがですか。皆さんこんにちは、ノンサファリ札幌の森ちゃんです。今日はアニマルグランピングに来てますよ。ここはジャングルコテージです。グランピング、手ぶらで来れるキャンプですね。お客様にはこちらグランピングに泊まっていただけるんですけれども、動物と一緒に過ごせるのがノンサファリ札幌流のグランピングです。一夜を過ごせるってこと。そうです。あー、なるほど。今日グランピングで何するんですか。今日はグランピングってお家みたいじゃないですか。お家といったら何ですか。お風呂です。お風呂ですよね。はい、ということで、はい、じゃじゃん、じゃーん、お風呂用意しました。あの際の風呂露天ですね。全部見えます。私は入らないです、はい、もちろん、ね、はい、でしょうね、はい、そうなんです、はい、アニマルグランピングに来たのはやっぱり動物にお風呂に入ってもらいたいので、今日はこちらにお風呂を用意しました。はい、湯加減どうですか。よろしいよろしい、はい、何度ぐらいでしょうか。うーん、あ、感じてるね。39度ぐらいですか。ということで、はい、今日の動物を紹介したいと思います。今日はこちらです。皆さん分かりますか。大きいですね。大きいね。大きいです。この子はアフリカンロックモニターっていうトカゲです。でかー。はい、モニターっていうのはオオトカゲですね。お風呂にですね、はい、入ってもらおうと思います。はい、慎重ですね。慎重です。はい、湯加減いかがですか。どうですかね。ここに入りましたけど、表情変わらないですね。ゆっくりね。湯加減いかがですか。どうですか。気持ちいいですか。あ、でも気持ちいいんじゃないですか。ちょっと泳げますからね。そうですね、泳げます。これ入れてちょっと過ごしやすいように工夫したいと思います。はい、よいしょ。でちょっとね、過ごしやすいようにしますよ。なんかもうすでに気持ちよさそうな感じしますよ。よいしょ。はい、どうぞ。森さん、それコロコロするんじゃないですか。してます。コロコロしますよね。大丈夫なんだ。まあ、でも潜水能力かなりあるトカゲちゃんなので。森さん、ちょっと温泉感出しません。あ、いいですよ。いいですか。あ、温泉感出てます。温泉感出てる。気持ちいいですか。どうですか。温泉感出てます。はい、汗とかかくんですかね。汗多分かかるんですね。ないですね。気持ちいいですか。気持ちいいですか。かわいい。トカゲってやっぱ正面顔かわいかったりしますよね。そうですね。かわいいですね。すごい気持ちよさそうな顔してますね。じゃあ皆さん、今日はいいお風呂入りましょうね。うん、はい、入れそう。39度でね。はい、39度でちょっとぬるいんですけど、うん、じゃあ皆さん、いかがでしたでしょうか。癒されましたか。トカちゃんですよ。かわいい。はい、かわいいですね。さ、癒されたよ、楽しかったよっていう方、ぜひグッドボタンを、そしてこんな動物も温泉いいなとか、こんな動物も映してほしいなっていうのがございましたら、コメント欄に、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。ノースサファリ札幌、森ちゃんでした。ありがとうございます。